初川区は中華人民共和国支線省たち周市に位置する四つ区。虚構の上流側である州河と友江川が流れている。その友江川の上流に砂灘川ダムがある。五貫の永岸年間、東京県の東部を分割し、戦艦県を置いて、駅州友江軍に属せしめた。戦艦とは、官王朝の遺徳を専用する名である。正義廃径2年、岩木県と改名。 四たちの地であるとして満州を達し州に改め、岩城県に周知を置いた。隋の海王十八年、岩城県を改め通り川県とするといい、また一説に大陽年間には、はじめ通り川県が置かれたとも言う。当の武徳元年、通り川軍を通州に改めた。北総の監督三年、通州を改めて立州とした。1992年までは、 現在の達し修士、ともえ中市、高安市、隣水県の所轄範囲が通る県地区であった。その後、トール州市に属する県としてトール県が設置され、現在の達し修市中心地である三立五街道に県政府が置かれた。これにより達県は川東の交通の結節点となり、戦線学友の物資集散の中心地となった。2013年7月、 中国国務院は、達志県を廃止し、東る州市、達川区を設置した。それまで達県に所属していた、非病鎮、高良鎮、北山号、安住号、安曽霧号,号、金石号、青根井号、龍七号、妄想号は、通る州士通り区の管轄に移された。ありがとうございます。